おはようございます。総合監視会議の原山でございます。本日は統合の日シンポジウム2013ということで、すでに5回開催されています。その開会のうちを一言述べさせていただき、非常にありがたくと思っております。今中村理事長のお話になったように、こういうデータベースの統合ということの必然性、重要性というものは皆さん認識していらっしゃるんですが、それを具体的に実質的なものに持っていくというのは、その賛成なんですけれども、自分に負担がかかるとしたくないというのが本音だと思います。でしかしそれを乗り越えて実際にここまで持ってきたということを、まさに5年もこの会合がですね、統合の日ということを皆さんにお集まりいただき、実質的なものをしていくというのは非常なご苦労がこの背景にあると思うんですが、それを必要としてドライブしている方がいらっしゃるからだと思います。きっかけとなりましたのは、総合開発会議が必要だということを、メッセージ出して、メッセージ出すのは簡単なんですけれども、その後引き継いでいただいたことに心から感謝申し上げます。一つ、今日本の国内での必要性ということを中村理事長がおっしゃったんですが、逆に世界の流れを考えますと、今年の6月にロンドンに行きまして、 G8 の、サミットと並行して環境大臣、のサミットがございました。でそこでの、いくつかの共通認識として持つテーマが挙げられたんだ。その一つが、研究のデータのオープン化、それからオープンアクセス、研究成果の論文のオープン化、まさにオープン化の流れっていうのの重要性がそこで共通認識と持たれ、それを具現化するための、ルール、どこが、まさに先ほどのその品質保証にしろ、それから統合にしろ、接続のやり方などなら、多大なその問題っていうのがあるんですが、それをどのように乗り越えていくかということを議論されました。でそれは一回の議論で閉じることなく、主催国であったイギリスが責任を持ってそのフォローアップをしていくということになっております。ですので、この流れっていうのは世界の流れにあって、その中に日本も、どのような流れを作っていくかということが問われるわけなんです。でそこで今回の、統合に戻るんですが、分野としてバイオという分野の、皆様方が、ご尽力いただいて、まず初めのドライブをかけたわけなんです。でこれはバイオにとどまることなく、他の分野にも展開していきたいというのが、総合会議でもこれから議論していかなくてはいけないんですが、流れになってきております。その中でやっぱり先駆者の生みの苦しみっていうのが多分あると思うんですが、その生みの苦しみ、またそれを乗り越えてきた、やり方にしろ、また他の分野の方たちと共有させていただければありがたいと思います。それから一時ですね、政策論の中でデータベースを作るというのがちょっと流れになったんですが、作るまでは政府としてサポートするんですけども、その後の継続、メンテナンス、それからアップデートしていくやり方についてはなかなか手が、あまり興味がなくなってしまうというのが政策論なんですが、この必然性があるがゆえに作るんですけれども、それを作ったものがいかに有益なものであって、研究サイドの方たちに、プラスの効果があるというものにするためには、やはりデータベースを作るだけでは不十分であって、使い勝手にしろ、ルールにしろ、またそれからその次の進展をどうするかということまでも、詰めていかなくてはいけないんですね。それを実践する人たちに、サポートしなくてはいけないと思いますが、そのやり方っていうものも今後の課題として皆様方と議論させていただければと思います。で、この中でですね、非常に、エキサイティングな試みというのが、通常、それぞれのデータというのは研究者の方が持っていらっしゃるんですが、それをファンディングしている、ファンディングエージェンシー、ということは何かというと、関連省庁の中で、省の中で閉じているというのが、これまでの流れだったんですが、今回の試みというのが、文科省、厚労省、農水省、経産省の4省が統合されたということで、本当に、これまでになかった一歩がここでもって踏み記されていると思います。でそれに対して JST という、ファンディングエージェンシーでありますが、が一緒に乗り合いとなってこれを可能したということに対して、非常に皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。
で、先ほど中村先生がおっしゃったように第一ステップは終わったと、終わりつつなんですけども、これが次のステップへの踏み台になることが重要であって、これまでの経験から何を学ぶかということが問われていると思います。ですのでこれからの第二フェーズっていうのをさらに躍進することを期待するとともに、一緒に悩みがございましたら一緒に解決していきたいと思いますので、連動して連携して CSTP としてもサポートを続けたいと思っております。今後の流れとして考えられることもありますが、やはり地道に足場を固めていくという作業が必要で、本日のこの会というのは皆様方それぞれのご体験を持ち合ってですね、ここで議論していって次のステップに踏み出すための準備と信じておりますし、実り多い議論を交わされることと信じております。ですので、今日は単純に皆さんが集まって議論する場だけではなく、この次のフェーズとして何をするかという、建設的なものに持っていかれることを期待するとともに、その結果というものも CSTP としても深く受け止めて今後の流れというものを考えていきたいと思いますので、この2日間、フルにご活用していただくことを期待するとともに、皆様の熱のこもった議論を、期待して、またその後の結果というものを楽しみに待っておりますので、これをもちまして私のご挨拶させていただきます。ありがとうございました。